あの、浅木さんはいろんなところで,で多方面でもう薬膳のことだったりとかも、まあ、いろいろ発信されてらっしゃると思うんですけど、本図っていう、はい、の本の書評サイトで、その、いろいろ出されたりもさ,されてらっしゃいますよね。サギさんが入られる前に、その、まことさんの書評サイト、 始まりますって言った時から僕もチェックしてたんですよ。それは、それは,それはそ、<laughs> ありがとうございます。で、それで、さんがこう、まあ、入ってね、あの、うん、こう、紹介されるっていうところを見て、ちょっとびっくりしたんですけど、<laughs> あれ、どういうきっかけでやられたんですか <laughs> あの、本図というのは、まあ、あの、ご存知の方もおられると思うんですが、ご存知ない方のためにちょっとご紹介しますと、あの、本が好き、本を読むのが大好きっていう仲間が集まって、で、あの、もう本当に、 ノーギャラで、<laughs> 原稿料なしで。うん、で、その代わり、自分が好きな本、みんなに、これ読んで読んで、これ、本当面白いからという本を自腹で買って、<laughs> で、好きな本をみんなに見せびらかすっていうね、<ー>そういうサイトなんです。つまり、あの、読書会の仲間たちの発展系なので、あの、いわゆるプロの書評家が、まあ、原稿料をいただいて書くというサイトじゃないんですね。で本当に。で、 そこで書いているメンバーはバラバラで、私のようなタレントもいますし、本当に大学の偉い先生もおられるし、サラリーマンの方もいらっしゃいますし、それから、あの、なんでしょう。<laughs> まあちょっとフリーターじゃないですけど、なんか何してるのかよくわからない方もいるし、デジタの方もいた。あの、年齢もバラバラで、20代からもう60代の方までバラバラなんですけれど、基本的には、みんな、あの、なるけまことさん、これ主催している主催者なんですが、 なるけさんの一本釣りです。一人一人、<お>スカウトさん、ね <laughs> あの。私もなるけさんに声をかけていただいて参加しました。うんうん、今はね、ちょっとコロナでできなくなっているんですけれども、本来はまあ月に一回、早朝に朝活でみんなで好きな本を持って集まって、でこれ本当の面白い本だからみんな読んでってこう見せびらかし合うっていう会をやっていたんですね。で これはね、先ほど私が公園でもお話しする、まあ言ってみれば、その何ですか、仕事とか子育てのフィールドを離れて、セカンドキャリアっていうものともちょっとつながる話なんですけれど、要はですね、フォンズで集まる仲間というのは、みんな、あの、バックグラウンドがバラバラなんですね。年齢も違う。職業もバラバラ。すっごい社会的地位の高い人もいれば、本当に何をしてるのかちょっとよくわからないけど、面白い人もいれば。何かっていうと、そういう全く、 バックグラウンドの違う人たちなのに、本が好きだという、まあ趣味の回ですね。本が好きだという、ただその一つで全員フラットなんです。要するにみんなこう何、何下手をすると敬語も使わない勢い <laughs> で。上下関係がない。みんなフラット。で、あのー、どうでしょうね。他の世界では先生と呼ばれて、周りの人が直立不動になるような偉い人であっても、本図の仲間にいるときには、ただの本好きのおじさんだったり、おばさんだったりする。あるいは、 社会的に別にそんな地位、いわゆる一般的な地位がなくても、とっても面白い書評を書く。ただそれだけでみんなのリスペクトを集めて、何度かじゃん、すごい。<laughs> 何かっていうと、やっぱり私たちね、社会、会社でね、仕事をするとか、中ではどうしてもやっぱり上司、ラ部かダの上下関係、取引先様との気遣い。<laughs> 子育てなら子育てで、ママ友同士の <laughs>、ね、いろいろなあの気遣い。 まそういう中でみんないろいろ生きてきて、でもなんかね、ふと目をやると、そういった世界、それもちろん大事な世界なんですが、お仕事や子育ての関係大事なんですが、それとは全く違う人間関係というのも、自分の気持ち次第で作ることってできるんですよね。そうすると両方あったら素敵じゃないですか。もちろん、ね、生活の基盤であるお仕事や子育ての中の、 コミュニケーション、コミュニティ、大事。でもその一方で、そういうお仕事の場や子育ての場なんとかちゃんのママとか、ね、課長さんとか係長さんとか、そういう肩書きとは全く関係ない素の一人である私というものが活かされるコミュニティも一方にあったら、まあ、楽しいし、あるいはいつの日か子育てが終わったり、いつの日か、えー、定年になってもまだ、 そこに世界が残る。そういう意味では私にとって本図というのはフラットな。だもうみんな、私なんか別に芸能人でもタレントでも何でもない、本好きのおばちゃんですよ。<laughs> <laughs> ですし。そんな感じですね。そんな感じです。で、本図の、そうです。あと薬膳のお話さっきしましたけれど、うん、薬膳のコミュニティもそうなんですね。薬膳の資格を取るのに私学校行きました。で、学校で本当に普通に授業を受けて、同級生ができました。 同級生も年齢がバラバラなんですね。あの、20代の人もいれば、もう7十近い人もいるけど、全員同級生なので、そこのお付き合いもフラットなんですよ。もう孫がいるという人もいれば、ね、今ちょうどこれから子育てで子供が生まれるって人もいれば、独身の方もいれば、いろいろなんです。でそれも、主婦の方もいれば、もうバリバリのキャリアの方もいれば。でも、薬膳の学校に通って、 同級生というただそれだけでフラットなお付き合いで。だから20歳以上年下の同級生とタメ口みたいな。<laughs> みんなでランチをするみたいな。なんでしょうね。だから、その、これからセカンドキャリアとか第二の人生、人生100年時代、そういう時代を、そういう人生を、 どんな風に豊かにしていくかっていうと、できるだけその人生のレールみたいなものを単線じゃなくて伏線あるいは立体 <laughs> いろいろなアプローチやいろいろなコミュニティを自分の中で少しずつ作っていくっていうことも、 もしかしたら、その人生を豊かにしていく上ではね、変な話、こっちのコミュニティが少しずつこう、縮小していっても、今度はあっちのコミュニティが大きく花開くかもしれないし、その中で出会った出会いで、思いもよらない自分を発見できるってこともあるかもしれないし、やっぱり私なんか薬膳のお友達や、本図のお友達なんかと一緒にいるときには、もう全く芸能人ではない。 私、やっぱり私なんかもう芸能人でも39年もやっちゃうと、<laughs> 現場行ったら全部年下の方々になっちゃうから、みんなほら、やっぱ私を立ててくださるじゃないですか。ね、うん。ね。それはとてもありがたいことなんだけれど、でも同時になかなか私に率直に、こう、アドバイスしてくださったり、時には叱ってくださったりってことはなかなかなくなる。でも一方でフラットなお友達になると、本当に若い人たちが、 私に非常に率直に、えー、浅木さんこうだと思いますよなんていうふうに、え、そうだったごめんみたいな。なんかね、そういう、なんでしょうね、少し違う世界もまた見えてくるってところもあって。 でやっぱり先ほどね、まあ公演のテーマの中でもちょっとお話ししたんですけれど、これからどんなふうに生きていこうか、あの、本当にね、今まで一生懸命頑張ってきて、それなりに努力もしてきたのに、そういう自分の積み重ねたものが、もしかしたらあまり意味を持たないんじゃないかっていうような不安な気持ちになるときに、例えば子供ももう手を離れてしまった。お仕事も,もうみんなね、若い人に譲ってしまった。 そんな時に私って本当に生きている意味ってあったんだろうかそんな時にありますあります。<laughs> まだあなたにはたくさんたくさんいろんな世界がありますっていう、それは私自身が本ズや薬膳のお友達と出会ったことで実感していることなので、そういうことも公演の中で皆さんと共有したいなっていうことも思いますね。ありがとうございます。はい、ちょっと公演では もういろんなお話をね。はい、皆さんとね、あの、一期一会でいただければと思いますので、はい。はい、あのよろしくお願いいたします。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、もうね、皆さんとお目にかかるの、本当に楽しみにしておりますので、えー、ぜひお声かけくださいませ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。